はい、今回はですね、もうこれ知ってたらちょっとやばいっていう、誰やねんと。やばいでしょ、知ってたら。やばくない？逆に。逆にやばいよね。山崎か、両吾っていうか。今どこにいんのかね、京都か。なんか最初はね、確かピーター・ウタカかな、スタメン出たと思うんだけど、ね、ピーター・ウタカも多分年齢的なこともあるのかな、もあって、後半ぐらいから、この山崎が出たよね。ただ決定力ないんでね、なかなか、決めないし、それもあって残留争いして、最後はね、プレーオフまで行きましたけど。で、ウタカがあれね、気がつけばなんか、まあ、放出されるかなと思ったんやけど、どうだっけ、ヴァンフォーレ甲府か。まあ、J2 ならまだ無双できるかな。甲府ならね。まあ、甲府来年 ACL もあるからね。まあ、絶対フルボックスされると思うんやけど。勝てるはずねえじゃんっていう。いやー、懐かしいね。まだこの選手も結構転々としてるんじゃないの？なんか、名古屋にいたイメージあるんやけど、名古屋にいなかったっけな。まあ、どこ行ってもそんなエース級の活躍じゃないね。なんか準レギュラーみたいな感じで。後半途中から入ってきますみたいな。でも来シーズン確か京都ね、ガンバのパトリック。あれもでも微妙やけどな、年齢的に。そう、が来るから、スタメンで出れるかどうかわからへんし、結構ね、外国人も取ってたんじゃなかったっけ、京都って。ちょっとよくわからへんな、地味すぎて。まあ、とりあえずでも、京都で結果残さない限りは、まあ、近々 J2 に行くんじゃない？何歳ぐらい？ああ、30か。ガタイだけってすごいな。187センチあるけどな。なんか印象としてでもあれやな。ちょっと細身な気がすんな。パワー不足みたいな。そんな感じがするけどね。まあ来シーズンちょっとマジで勝負の年かな。